今回もです。龍拳をはじめとする格ゲーの主人公キャラは硬派でストリップなイメージがありますが、実際にはイメージにストリップなイメージあるか、まあいいか、実際にはイメージに反してめちゃくちゃに荒らしてくることが多い気がします。どの場面も対応できる懐の広さは裏を返せばどこでも荒らせるということでもあるので、戦っていて苦手意識があります。嵐キャラとして設計されたキャラと違い、明確な弱点もないので、キャラ対策というよりはプレイヤーを攻略している気分になります。主人公キャラと戦う時のマインド等教えていただけると幸いです。はい、お便りいただきありがとうございます。ストイックですかね。ストリップなイメージはないかも。まあちょっと普段ストリップっていっぱい打ってるんでしょうね、きっとね。出てきちゃった。なるほど。まあ主人公キャラがイメージに反して荒らしてくると、はいはいはい、これはねでも難しいよ。その嵐っていうものの定義の話から始まっちゃうね。嵐の定義から始まる。実際その何をもって嵐とされるのかみたいな、この人がそう思ってるのかみたいなのは結構あるなと思います。でワンチャンありそうだなと思ったのが、リバサで無敵技ぶっ放してくるみたいな、ガード中も無敵技擦ってくるみたいな、まあそういう動きをされた時にめっちゃ荒らしてくるじゃんみたいな話になってくると、そらもあんたも無敵技持ってるやつの宿命よっていう話になる。主人公というよりはね。ただまあ主人公イコール飛び道具、無敵技、突進技みたいな、まあパターンが多いので、無敵技はもうめちゃくちゃぶっ放し行動なんで、嵐といえば嵐かもしれない。嵐といえば嵐かもしれない。まあ、リスクリターンで言ったら全然合ってないので、それをある意味荒らしてるっていう捉えるんだったら、まあもしかしたらそうなのかもなみたいな可能性はなくはない。なるほどね。まあでも今回のお便りとしては、まあどういうマインドでこの主人公と戦うかですよね。じゃあまあとりあえず具体的に話さないと難しいから、ストロークの龍拳にしときますか。とりあえず龍拳って書いてあるから、直近のストロークの龍拳でいきましょう。主人公キャラと戦うマインド、龍とマッチングしたらみんなどう思いますかね。主人公の龍と当たった。でも龍ってさ、主人公じゃなくね、ストロークってルークなんじゃないの。ルークだな。まあいいや、とりあえずルークにしとく。じゃあルークにしとくかな。ルークにしとこう。まあそういう割とこうスタンダードっぽいキャラクターと戦う時のマインドですよね。真面目にゲーム向き合ってるっていう考えが多分正しいと思うんだよね。結局その、ルークはちょっとあれだけど、まあ、飛び道具打って、まあ、ルークもそうか。飛び道具打って飛んできたら対空する。で、無敵技持ってて切り返せる。みたいな部分。まあ、要するに弾の部分ですね。弾打ちの部分。これって、基本的にリスクリターンの話で言ったら、弾打ちってリスクとリターンで言うと、まあ、リスクの方が勝っていて、大体のゲームはね、最近のゲームは。飛び道具当たってなんかちょびっと減るけど、飛び道具読まれて飛ばれた時のダメージやばいから、全然リスクリターン合ってない。弾って打ちたくないのに、打たざるを得ない設計になってキャラクターを使ってる、イコール、こいつはそのリスクリターンでは物事を考えていなくて、自分の中の読み合いで丸く収めたいタイプの人なんだなっていう考えも多分できるのよ。だからもう捉えようだけどね、いろんなプレイヤーがいるんですけど、龍拳みたいな割とスタンダードなキャラクターを使ってる時のマインドとしては、そのゲーム特有の駆け引きとかは一旦置いといて、飛び道具と対空っていう部分、玉打ちの部分だけでゲームの格ゲーの経験値が生きるから、まあ、とりあえずそれで遊べるじゃんねえっていう人がすごく多いと思うんだよ。そうじゃない人も多いけどね。要するに新作だけどあんまり慣れてないよって人も遊べるのがこの主人公タイプ、龍拳タイプです。でそういう人ってやっぱあんまりゲームのプレイ時間も多分避けてなかったり、まあ、そもそも向き合い方が違うので、人によっては嵐に見えちゃうよね。リスクリターンがめちゃくちゃだから。だけどそれはしょうがない。ファミコン、ゲームを全部ファミコンって言っちゃう人と同じで、新しい部分にはまだちょっと適応できてないけど、ゲームは好きですと。ね、格闘ゲームは好き。で、全然新作も遊ぶんだけど、まあ、ちょっとね、ドライブラッシュとかインパクトとか、ちょっとあんまりよくわかんねえな、みたいな。まあ、ある程度はできるけど、ちょっと細かい部分わからんなって人も、弾打ちと対空だけやってれば、それっぽく遊べる。これがね、いわゆる主人公キャラ。その、弾打ち系のキャラクターの共通で使える部分なんで、まあ、そういう人がやってるなって思うと、
愛しく見えてきませんか。多少の嵐プレイも、この人も家族があって、支えるものがあって、でもそんな中、家で久々に格闘ゲームをやりたいという気持ちになって、起動して時間もない中、ちょっと遊んでみようかなみたいな。そういうこうね、くたびれたリーマンの姿が浮かんできませんか。おぼろげながら浮かんできませんか。お前にも家族がいるだろう。まあ、愛しくは見えないと思うんですけど、なんだろうね。そういうね、バックグラウンドをね、考えていきましょうや。疲れてる。向こうのプレイヤーも。ね。きっと疲れているんです。久々にゲームやりたいんです。そんな話じゃないよね、これね、多分、お便りって。もうちょっとちゃんとした回答を求められてる気がするわ。実際のところ、だからそうなんだよ。キャラ対じゃなくて、プレイヤー対策になっちゃうのよ。だって、相手がリスクリターン無視したタクばっかりやってくるんだもんっつったら、それは人対策した方がいいよ、正直。めちゃくちゃにしてくるんだったら人対策した方がいい。でも、もし、あなたが完璧に対策ができているのであれば、荒らしてくるプレイヤーは処理できるはずです。もしあなたが本当にちゃんとキャラ対策ができて、ゲームを向き合っていて、やり込んでいるのであれば、リスクリターンを無視したような荒らしプレイは処理できるはずです。まあ、ゲームによってはできないかもしれないけど、少なくともトータルの勝率で見たら勝ち越せるはずです。だったらそれでいいじゃない。この試合で負けてしまっても、自分がやり込んでいる方向性は間違ってないと信じてやる。これがね、一番大事です。ここで、まあ、とりあえず今日だけ今勝ちたいから、一旦人読みするかも選んでも良いと思うけど、なんかそれがちょっと嫌だなっていう気持ちがもしあるんであれば、トータルで勝ちたい。俺は正しい攻略、自分が思う一番いいと思う攻略で進みたいっていうのを押し通した方がいいですね。一試合一試合で考えないで、もうちょっと長いスパンでトータルで勝ちに行きましょうっていうのは、私は結構気にしてるマインドではありますね。最初からその話しろよって言われそうなんだけど、いきなりこの話すると怖いじゃん。いや、もうちょっとね、明るい話から行きたかったっていうだけなんですけど、まあとりあえずね、そういう感じです。嵐プレイヤーに勝てないんですみたいなね、苦手意識があるんで、この人は別に勝ててないわけじゃないと思うんですけど、嵐プレイヤーに勝ててないってことは、あなたもちゃんとできてないっていう話なんで、難しいですよね。まあゲームによるんですけどね。はい、そんな感じです。お便りいただきありがとうございました。